はい、えー、では始めたいと思います。皆さんこんにちは。えー、中継校の皆さんもこんにちは。レクセニコシ弁理士のノトミです、えー。今日はまあ論文のですね、えー、まあ中上級の講座のまあ約一ヶ月を前を切ったということで、えー、これからのその論文の勉強についてですね、えー、約一時間お話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と例年であれば。 まあ同タイトルというか同じ趣旨のガイダンスを12月に行ってきたんですよね、えっと、まあそれは1月の実践討論に向けてということだったんですけども、えー、今回ですね、まあ、あの試験も延期されたんですけどもあの今の,まあその発表待ちのです、ね、受験生たちの,まああの状況もあって。 ちょっとその実戦取料をいつ開港させるかっていうのはすごく難しい問題だったんですけどもあんまりちょっと先延ばしにもできないので2月開といいう形で予定していますもちろん通信クラスもありますし特にそのそうです、ね、配布物とかに通信と生とで変わりがないので今ちょっとこういうコロナの時期でもありますから。 まあ通学にされるのか通信にされるのかということは慎重に選んでいただければいいかなと思っています。まあもちろんどのね各本校もあの感染対策は十分にしておりますし、まあ水戸橋本校もあのかなり皆さんにご協力いただいてあの安全な状態でやっていますので、まあ生クラスでねあの出られる方はもちろんあの出ていただいて今のところ生クラスはあの開校するつもりでおりますし、このまま あのまあ生クラスもですね実施できる予定ではいますのでまあその前にですね、まあ、この時期ですから、まあ、実践答練うんんもそうなんですけどもまあ基本的にその論文の勉強っていうものは特にその担当と違ってかけた時間分点数が取れるようになるわけではないんですね。うん 担当試験は私よく一日一点上げる勉強をということでお話をするんですけども一、まあ、つのテーマを一つずつですねこう今日は例えば補正で明日はまあ例えば分割みたいな感じで一つ一つその出題されるテーマごとに日を決めて潰していけば一、まあ、日一点上げていくってことがまあ可能なわけですよね。だけども論文の場合はまあそういう問題でもちょっとなくてですね やっぱりそのインプットの問題とそして書き方の問題ですねアウトプットの問題と、まあ、そこはハイブリッドで進めていかなければいけないしである程度その長期的な時間を経過したときにぐっと書けるようになったり、まあ、よく「開眼する」とかっていうね表現を使うこともあるんですけども,もう全然分からなかったところが始めてそうですね3か月くらいでちょっとこう書き方のこう形が見えてくるっていうかね がやってきたりとかするので、その1日1点というそのもうこうコンスタントにね点数をこう短いスパンごとに上げていくっていうことが逆に言うと難しいそういうあのところがあります。ですからまあその限られた時間の中でじゃあ着実にその実力を上げていくためにじゃあどうしたらいいのか。 まあ2か月伸びるといってもまあたった2か月ですし税につき2か月伸びるわけですから、まあ、自分だけにね時間が与えられたわけではないので、まあ、そういう意味ではその方針とか勉強法がやっぱり左右してくるということはまあ変わりなく言えるわけなんですね。で特に今私はあのベーシッククラスも担当しているんですけども1年目のベーシック生ですねに対してよく伝えているのは。 二ヶ月伸びたことで、まあどう変わっていくのかと、おそらく今年四ヶ月去年ですね、四ヶ月伸びたとしても、担当合格に関して下国症が起こったってことはあんまり感じないんですよ。うん、例えば四ヶ月前だったら受からなかった人が受かったなって人も中にはいますよもちろんね。だけどもその人数でいうときに、じゃあその劇的にその受からなかった人が受かった。 かと4ヶ月伸びたことで恩恵を受けたかというと、まあ、去年のその担当9月にあったですね担当試験で受かったメンバーの顔ぶれを見ると多分5月でも受かっただろうなと思う人たちがやっぱり順当に受かってきてるんですね。でじゃあ4ヶ月でどんな恩恵があったかというと一番やっぱり論文に少し影響があったかなと思っているのと担当試験で。 点数がですね、例えば5月だったら、まあ、受かっても40点だったかなっていう人が45点で受かったり、まあ、受かって45点ぐらいかなって見込んでた人が50点台に乗っていたりとか、まあ、大体5点ぐらいかなプラスしてあの受かって割とその合格者の点数層が少しこう高めになっていたとそれがその4ヶ月の成果じゃないかなと思うんですね。で だいたい点数化すると担当試験で45点を取ってくればその年の年論文っっててて合格率が8割を超えるって言われてきたんですね。でそうするとやっぱりその担当を高く点数で受かることによって、まあ、論文の通過率が上がりますから、まあ、そういう意味でその4か月の恩恵っていうものは結果として出てくるんじゃないかなと思って、まあ、今月末ですけど論文の発表を私はまあ楽しみにしてるんですね。 でベーシックの方は特にその担当の勉強を並行しますからまあ担当の勉強を切り上げなきゃいけない時期というのが当然来るわけですよね。でそれがベーシックうちのクラスだと開講が4月25日だったんですけどもその4月25日の開講でじゃあこの先ですねあの5月の試験で今年のまあいわゆる延期前ですよね延期前の日程でやるんであれば。 おそらく三月末の時点ではもう論文の勉強を完全に打ち切りましょうというふうに言っていたと思います。うん、だけども二ヶ月伸びたことによってアドバイスとして何が変わるかというと論あの担当のプランが大きく変わるわけではないんですね。何が変わるかというとやっぱり論文のプランなんですよ。担当試験でやっぱりそのある程度直近の二ヶ月くらいは集中して暗記マッターを詰めていかなければいけないので。 まあそういう時期にちょっと論文をしている時間がないですから通常まあ普通に5月の試験を考えたとして担当試験が5月の時期でも3月末でで打ち切りましょうなんですよねで2か月になると当然まあ7月にってことに担当試験になりますからそうすると2か月前のゴールデンウィークぐらいまでは論文の勉強ができるっていうふうに、まあ、あの変わるわけですよ今のベーシック性に関しては。 で、そうすることで、やっぱり2ヶ月論文の勉強が延長できるとなると、時間がかかる勉強だからこそ、やっぱりそのメリットの恩恵を結構受けてくるので、まあ、今のベーシック性に対しては、あの、担当合格だけじゃなくて、論文合格に対しての、あの、可能性が高まるよっていうようなことを伝えています。ですから、 今この、ね、ガイダンスを聞かれている皆さんは、まあ、ベーシック生もいらっしゃると思うしうちのクラスだけじゃなくてね配信校で例えばベーシックを受けられている方もいらっしゃると思うしで、まあ、中上級のクラスで受講されている方もいらっしゃると思うんですけどもあのやっぱりその論文のプランとして2か月の恩恵を、まあ、どうやったら受けられるのかっていうことも含めて今日はねちょっと書いていただきたいなと思っています。 今年の論文はまああの皆さんが思って感じられた手応えとで私たちが、まあ、試験が終わってからすぐに感じたあの、まあ、実態とに結構差があるというふうに今思っているんですね。うん、今年の本詞は冷静に見れば難しくはなかったんです。 聞かれてる論点で、まあ、問題数そういうことに関して何を聞かかかかれてているのかがよく分かんななな問題っっほとんんどなかったはずなんですね、うん、だから聞かれてることははっきりとしているでそれを時間内にうまく処理するっていうこととあとは自分が持ち合わせてる知識を十分に総動員することっていうのが求められていましたけども何聞かれてるかよく分かんないんだよねみたいなそういう問題っていうのはなかったと思うんですね。 だから一行問題があの出てはいると言ってももうあのすごく例えば何か漠然とした聞き方する年もあるじゃないですか。ででもそんなな問題じゃなかったでしょう。金銭的請求権とかもはっっきりり金銭的請求権だったりとかねそういうふうにあのはっきりとしたもう論点があのばっちり出てますからそういう意味ではあの論点の難易度というものは高くなかったと思いますね。 で今度はじゃあその形作りの面の難易度はどうかということですが特許なんかだとやっぱり問題数が多いので一つ一つのやっぱり質問に対して答えることがまあ短くなってきますよね。 やっぱり設問数が少なければ少ないほど、自分で組み立てる力が必要になりますけれども。設問数がやっぱり多ければ多いほど、一つの設問に対する答え短ざるを得ないので、短くならざるを得ないので。そうすると、自分で何かこう組み立てを考えなきゃいけないっていうことは、あまりなかったと思うんですね。ですから、まあ、そういう意味では、その形作りっていうものの難易度も、そんなに高くなかったし。 で例えば、まあ、今の受験生の方がやっぱり多くの方がねやっぱ形作りっていうものはすごく意識されてるので担当に絞って論文は全くやってなかったっていう人以外は基本的にはやっぱり論文の書き方っていうものを何かしらで学んできていますからもううう自己流でですすごく目立つよよなな答案といいのはほんんどないんですよか私も再現答案も今ねかなりの数見ていますけど。 もう自己流ですごいなんかその書き方に神奇性があるようなね、うん、なんかもう自分の思う通りに書いてるような書き方をしてるようなそういう人はいらっしゃらないですねか例えば典型的な話で言うと異法のの問問目でですねね侵害の典型例とななるよような問題でしたよ、ね、まず侵害の認定をして、まあ、否認か公弁かって話でで侵害の認定のところで今回は物品が類似かどうかっていうことが確かわからなかったので。 まあ、あのいわゆる否認するっていう選択肢を残ししながら、まあ、公弁っていう話でしたよねでそういう中で昔の,、ね、あの受験生だと割とその形っていうところにまだこう習得されないままに自己流で書いてくる方もいらっしゃったのでなんかもういきなり神弁から入っていたりとか新話の認定もままならない神弁なのか否認なのか分かんないような書き方をしてるっていうともう思いついたままに書いてるでしょうみたいな人ってまあパラパラいらっしゃったんだけど。 今年の再現を見る限りにおいては、まあないんですよ。一枚もないんですよ。そういう答案って。ですから、その組み立て方、形の作り方っていうものは、もう今の受験生は当たり前にできてきているので、そこで差がつくってことがないんですね。で、そうすると何聞かれてるかってことがわからないってことがない。で、書き方がわからないことはない。 じゃあどこで合否が決まるかっていうとやっぱり内容面なんですよ書いてることなんですよね。うん、でそれはじゃあ論文のの勉強の中で何かとというと知識面,なんです知識面まず知ってるか知ってないか知ってるとしてもそれを書けることとしてちゃんと準備できてるか知ってることと書けることは違うので知ってるんだけどでも書けって言われたら書けないっていう人いっぱいいると思うんですよね。 特に判例とかそうだと思うんだけど結論はわかるんだけど判例で示された理由を十分に書けないっていいいとう人は結構いると思います、うん。だから今年は本試験でパッと見、まあね、あの見た感じ例えば論点の公表で出てくるような論点っていうのはそんなに難しいことは書いてなかったんですよね。だけども実際受験生がなぜ今あのたくさんの人がエルセミに入ってるか。 これはかなり私としては予想外だったんですね私だけじゃなくて多分ね多くの講師は予想外だった論点の公表を見たり問題を見たりとかするとあのそんな難しいと思わなかったんですよその本詞の問題がね。だから多分その、うん、そうですね特にあの商標でちょっと奇抜な論点あの40項3号ですから、まあ、ありふれたとはとても言えないようなものが出てましたけど。 でもあれに関し限定して言えば奇抜ではあるんだけど直前の公開もしで出てるんでレックは、うん、だからみんなかけてるんですよね四条一個三号はねじゃあ四十項三号のあの商標ででもう一個は金銭的請求権でしょでそうするとあの何をじゃあミスるのかということになると余計なことを書いたっていうことがミスになる年だなっていうふうに私たちは思っていたんですね。 だから四十個三号だけじゃなくて四十個十六号を書いてしまったとか中に四十一個八号を書いてきた答案とかもありました。うん、あと何があったかななんかパラパラえって思うような無効率を上げてきてるような答案がパラパラあったんですね。であの問題でやっぱり四十個三号だけじゃなんか不安だって気持ちはものすごいわかるんですよ本試験だし。うん、であの可能性があるんであれば上げて構わないと思うんですね。 ただあそこでブレーキ余計なことを書くときにブレーキをかけてほしいのはそのう後ろに解消策まで聞いてる問題だったのでじゃあ16号を登録後に解消でできるのって話なんですよ。16号書いた時にね検討のテーブルに厳密に見れば確かに分からなくもないんですよね16号を何か疑いたい分からなくもないですよ確かに。 うん、だってフィッシュって書いてるのに魚だけじゃない指定商品になってた当然疑いますよねだからまあ確かにそうだろうなと疑う気持ちはわかるでもそこでじゃあ16号書いてしまったら後ろの問題に影響するっていうところで東亜構成の段階でやっぱりおかしい16号は書いちゃいけないっていうブレーキがかかって欲しかったんですよねでもしそれでじゃあ解消策って書くとさ16号の解消策なんてやっぱ補正じゃないですか じゃあ登録後なのになんで補正ができるのって話ですよね。うん、でそこで書いてしまった人はじゃあ何の問題があったかっていうと、やっぱり担当知識なんですよね。違法性を出してしまった、できないのにできるって書いてしまったことです。よ。まあいわゆる簡単に言うと知識の問題があったわけですよね。うん、で異性法の問題でもそうですよね。改正マターがどーんと来てたんで、なんか難しく見えたかもしれないけど、でも同じような論点担当試験でも1回出てますから、うん いや今はその本衣と同一類似の範囲の工事衣っていうのは関連証の新規制の判断から隠蔽から消されるわけでしょそしたら関連証制度でひも付けた途端今までだと新規制違反の解消策っていうのはまあ衣装法だとよくパリをかけて解消することとかあとは新総連の、まあ、いわゆる二択だったわけですよ。それが改正法によって三択になったわけですよね。関連を使うことで 新総理がいらなくなるケースが出てきたわけですから。なのでまあ、そこを聞かれてたわけですけどもでそうするとやっぱりそこの部分で新総理を書いてしまった。っていうことは、やっぱり知識面の問題、改正法に対する知識面の問題があったなっていうことなんですね。で聞かれてる論点はまあ、そんなに奇抜じゃなかったしで、奇抜なものもその公開模試で出てたっていう前例があったので。 おそらくちょっとしたミスでちょっとこう足すくわれるんじゃないかなっていう感じを受けていたんですで、多分10校生の皆さんもそう思ってたからこそあの横を見ればそのフラットに他の人のとは見ればまあ私もだいぶ大きなミスをしてるけどもでも全体的に見ればそうではないのねっていうことがあったとしても自分のミスしか知らないので 多分こううしんと来てるんでしょうねでそれでやっぱり何かしらのミスをみんなしてるんでなんか例年以上に予想外にエルセミの,あの受講生が多くなってますね今年は。だからそれはやっぱりみんんなな自信がないんですすみんんなやらかしたと思ってるんででよねでも私たちから見るとそうでもないのになとそれぐらいのミスだったら他の人に比べればマシなのになと思う人もやっぱり自信がないんでちょっと口実に進めないみたいな。 そういうい感じのことをよく聞きますですからちょっとその主観と客観の問題っていうのが出てくるんだけど今年はそのなぜその主観でそんなに悲観的に思うのかっていうとやっぱりはっきりとししたミスを結構皆さんんてるからなんですよ例年の本誌だとそうあのはっきりと間違ったっていうことよりもちょっと十分に書いてないとか。うん ちょっとあの記載が足りなかったとかそういうことをよく言われるんだけども今年はね結構はっきりとしたミスを皆さんされてるので、まあ、要は知識面の問題ですよね。だから今年の合否を分けるとしたらそ、まあ、その書書ききき方方じじゃななないですす。ね。みんなそんな同じ書き方してきてます再現見るとまあもちろんその訂正の多い少ないはありましたよもちろんね。 うん、だからあの結構緊張してたのかなって挿入が多かったりとか訂正で消してる部分が多かったりとかなんかそういうの見られましたし多少のそういうの,のはありましたけどでも書き方が劇的に変だなとか合否に影響するような書き方をしてるっていう答案は皆無だったんですよ私の再現見てる再現答案の中ではね。ですから今の受験生は書き方はそんなに問題がない。そして、えー 第二の取り方としても、聞いてることは割とはっきりしてるんで。大把握でミスったってことはほとんどないと思う。で、そうすると、やっぱり純粋に知識面なんですよね。ただ、そこの部分をやっぱりきちんと補填していかないと。来年も多分。来年もじゃないかな。今年もまた同じことになってしまうんで。 あのー、やっぱり受講生の方にしっかりと準備していただきたいのはどちらかというとインプット面ですね今感じてるのはでもちろんそれは勉強年数によりますよ。ベーシックの方にはまず形ゃを書き方だよっていうふうにちゃんと言ってますそうじゃないとまずもう土俵の上にも上がれてないから中上級者と同じ土俵の上に上がろうとするとみんなそこできてるんだからできてないともう劇的にアウトなので。 だからベーシックの方はそこがもう中上級の方みんなできてる前提なのでまずちゃんと書き方や習得しようねって話はしてます答案構成もも徹底的にややっっぱりやろうねって話もしてますね。てて話しますだけど中上級の方はある程度そこまでできてるんだとあと何をすればいいのかってことになると私はやっぱりインプット面をちゃんと充実しておかないと、うん、まあ知らないことがないようにっていうこともそうなんだけどちゃんと書けるようにですね。うん ちゃんと書けるようにしなきゃいけないっていうことが、やっぱり大きいんじゃないかなと思っています。で、実は今あの実践答練の事前収録はもう始まっているんですよ。だから、あの実践答練の問題、一部もう私知っているんですよ。解説も収録した部分もあるので知ってるんですけど、あの本試験よりか難しいです。実践答練の方が。 うん、<laughs> 今年の本試験なんかそんな今年じゃないか去年ですね去年の本試験なんかそんな難しくなかった方なので論点としてはね、うん、だからそういう意味では今年のの実践トレの方がかなり難しいいと思いますだけどもあの準備としては難しい問題で練習しておかないと本試験の方が難しいのが一番最悪ですから難しい問題が上がってきた時には私は政策家に文句は言わないです。 こんな難しい問題出して、何考えてるのっていうようなことは言わないです、うん。確かにその出典がマニアックすぎると文句言うんです。すごい。私はね。こんなとこから出るわけないじゃん。こんな論って今今時出るわけないじゃん。っていうようなことを結構言うんですよね。うん、だけど、そういう難しさ。ではまこ、あ、あの実践当面なくて。 あのまあ、その妥当な範囲でちょっと問題数が多かったりする難しさとかあるんだけどただ今の本州もやっぱ問題数が多くてね特日なんかだとやっぱりこう時間が結構いいいいいいいっっっっぱいっぱぱぱだう人やますよね今年なんかあの最後に訂正が来てたんで訂正が来るってことは訂正要件検討しなきゃいけないからすごい忙しかったと思うんですよ。でそうするともうシーリスゴミで訂正もなんか本当にもうあの殴り書きみたいな答案がやっぱり散見されたんですけど。訂正こそやっっぱ点数取っていけるから 本当はやっぱり時間十分スペース十分にとって最後きちんんとしりすぼみじゃななくて終われれたたら点数が取れたはずなんですよね。ですから、まあ、特許なんかはやっぱり多くの問題数であんまりこうゆったりとした時間を与えないような練習を実践討陣ではしてもらうべきだというふうに私は思っているので、まあ、直前討練もしっかりですけど。 結構忙しだだと思いいまます。すから実践通りもそういう難易度の高さがありますね。ただものすごいマニアックすぎてなんでこんなとこから出すのみたいなのはないので今収録してる段階だとないのでまあそこは信頼していただければいいかなと思いますね。でえっとまあそのインプット面なんですけどじゃあそういう難しい答練や本試験にまあ、ね、こう対応していくためのじゃあインプット面っていうのはどういうふうにしていけばいいかってことですが。 まあ今まで皆さんは例えばまあベーシックの方だとちょっと、まあ、論基礎ぐらいしかないかなそれでも。うん、で、えっと、中上級の方だと期間、まあ、講座の、まあ、私の講座だと論文合格答案完成講座とかがありますから、まあ、それを受けられていればそのテキストがそれにあたるし。 で、まあ、それに、まあ、見合うものですよね。まあ、同じようなものを、まあ、他社でもいいので、受けられた経験があるんであれば。まあ、改正対応さえすれば、使えますから、別にそれでも構わないと思いますね。で、何かしら、やっぱり、あの、物がないと、当然インプットはできないので。まあ、これでやるっていうことは、何か準備をしてもらいたいと思いますね。さあ、もうインプットツールとしてってことです。ただ、今、その、本試験の作り方として、感じるのは。 えっと、まあ論文の勉強っていうのが、えっと、アウトプットと、まあ、インプットの、まあ、組み合わせでやるということですよね。でそのインプットっていうものの、まあ、大半がやっぱり担当知識なんですよ、まあ、今言った登録後にそんな4116を解消するようなそこは言ったらないわけですよ登録後に実態補正ができないわけだから。だからそういういものだだって担当知識だし なので、まあ、いろんな面でやっぱり担当知識が優位になりますから担当知識プラスアルファここがまあいわゆる論文プロパーの部分なんですねで担当では聞かれないけど論文だけ聞かれるここをやっぱり別途やっとかないと担当の勉強だけだけけとやっぱり論文は書けないでこれは具体的に何かというとやっぱり基本問題なんですよ趣旨、まあ、定義趣旨ですよね。 でえっと、あとはあの、まあ、判例ですよね判例。で判例ももちろんその内容を知っていれば担当では答えられるんだけど論文では自分で理由づけも書いていかなきゃいけないのでそれは担当の勉強だけではとてもやっぱりまえないから、まあ、論文プロパーの勉強としていいと思うので、まあ、この辺ですよね基本的には。担当知識プラスアルファというそのプラスアルファ部分っていうのはね。ですから その部分をまあこの今書いたこの部分を含めて何かやっぱり判例集でまあ趣旨集みたいなまあ青本とかでやってもいいと思いますけど趣旨であればねでそういう何かツールを使っていくまあ目的外仕様ですけど口述用じゃなくてこううの使ってもいいし。 まあそういういいい何かツールを一個にまとまとっててなくてもいいんですよ趣旨はこれ判例はこれみたいな感じでもいいからやっぱり何かインプットツールががなないいとと準備ができないと思うで今やっぱり私が受験生の方を見ていて不合格を繰り返して何年も何年もやっぱり論文の勉強を繰り返してる人の特徴の一つとしてアウトプットしかやらないアウトプットの中でしかインプットをやらないっていうのが見られます。うん あの要はそのトーレンだけを受けるまあ私もねそういうあの時代でやってきましたから私の時はその論文のインプット講座っていうのがない時代だったので中上級のの論文の勉強っても完全にトーレンだけだだったんですよ、うん、だからそのいわゆるそのトーレンを受けてでインプットはなんか別に自分でまあお本とか当時はね コンメンメールとかっていうその書籍があったりとか、まあ、言って今の担当アドバンスみたいなもんなんですけどああいうのでやったりで判例書は当然判例書で別にあってで趣旨はお本でやってみたいな感じでまあインプットツールはそれぞれだったんですけどまあそれでもねやっぱり相当な時間をインプットに費やしてましたよ。あの当練しか受受けなくててても、うん、でもで今のその受験生の方を見ていて やっぱりその不合格を繰り返す方の一つのこの傾向として、アウトプットを受けたらアウトプットにすごく比重を置きすぎてるっていうのをすごくあの感じます。だから討論とかゼミっていうのは基本アウトプットなんで、うん、だから自分で解いて、そしてまあ答案を出し、でゼミだったらゼミの先生、討論だったら採点チームから採点を返ってきて。 じゃあこう書けばよかったな、こう修正すればいいのかなみたいなことを復習し、まあ終わるって感じですよね。でもちろんその当連で間違ったかどうかってことは解説を聞けばわかると思うので、そこでまあ次同じ間違いをしないってこともあの出てくるとはもちろん思いますよ。インプット効果が全くないとは言ってないんだけども、ただやっぱりちょっと狭すぎると思うんですよね。例えばその改正の話で言うと。 あのこの間ですね、うん、私が年末に、えっと、いつも担当の道場をやるんですねでそれは実力診断道場って言っていて年末の段階で担当の知識がどれぐらい入ってるかってことを確認する道場なんです。でレベルチェックテストをやっていて。レレベル1からレベルルからまでの その難易度に分けた、まあ、どこまでど,どれくらい難しい問題まで解けるようになってるかってことを年末の段階でまあ診断してでその後まあ自分が、ね、どこまでできてるかってことを生かしましょうって話なんだけども今年は特別改正編っていうのを別につけたんですよレベル5と別に。です結構その他の方域まあその特実いいで。 あの、普通の完成のところ以外のところがレベル。まあ、3はもうクリアしてレベル4ぐらいまで解けるようになってる人でも回線になるとガクンと溶けてないとか、そういう傾向が結構見られたんですね。で、もちろんそれはベーシック線に限った道場じゃないので、中上級の方たちにもあの受けていただいてるんですけども、中上級の方って去年何かしら受けてます。ベーシックか中上級か受けてるので。 去年のベーシック生なり中上級生は改正講座があったわけですよねあの無料で高生にはつけてたじゃないですか令和元年の改正講座ね。で今のベーシック生は特別改正講座ってものはなくてまあ改正対応しているアドとか改正対応している入門みたいな感じでやってもらってますからまあ厚さでいうと去年までの人たちの方がやってるはずなんですけど。 でも中上級者の方がその改正対応がちゃんとできてなかったんですね。でご自身もやっぱり中熟の方すごくこんなに私改正できないんだっていうことをあのまあコメントっていうか感想であの聞かれたんですけども、そのまあ、確かめてみないとわからないってことが要はあるってことですよ。聞かれてみないとわからないとわ自分がわかってるかどうかっていうのはね。 でたまたまその担当の30問で自分が思ってもないところが分からなかったで特にね多かったのが10条なんですよ。で10条の改正って10条とそして、えっと、秘密との組み合わせだったり10条と新規性のさっき言ったその新規性との組み合わせだったり10条と3条の2との組み合わせだったりあのダイレクトに10条まあ要はその関連省制度だけではなくて 関連症制度の改正によって新規制の扱いや三条の二の扱いやその秘密のところの、ね、扱いとかその辺のところに、まあ、結構影響が出てるわけなんですよ、ね、10年認めたと10年認めれば当然その間に新規制を失うこと普通にあるよねっていうところから新規制に関してのいわゆる従女二項があったりとかするわけでしょ。 だからその10年認めたことによっていろんな制度との組み合わせで影響が出てるんだけどそこまで全部のパターンをやっぱりあの一通りやっぱりねこうインプットでちゃんと確認しないと思いのほか分かってないっていうことにショックを受けて変えられましたよ結構。でそれで話戻すとじゃあその論文のアウトプット主体にした時に全部のパターンが出るわけじゃないんですよトーレンなりゼミなりって。 だから、たまたまその出たところの復習で、それができるようになっても。その同じ十条関連でも、できてないことや、分かってないところが見つけられないわけですよ。手押しになっちゃう。で、そこがじゃ、本性出たときにってなると、やっぱり痛い目にあっちゃうんですよね。うん。だから、そうなれないために、じゃ、どうするかっていうと。もちろん、アウトプットは必要なんですよ。もちろんね。だけども、ベッドちゃんとインプットの勉強に時間をかけないと。 穴でできちゃうよってことなんですだからその今の,その受験生を見ててねあのまあ確かに私たちもねあの書き方大事だよってすごい言いますし、まあ、大事なんですよ自己流の書き方してたものすごく目立つ時代ですからもうみんな明らかに書けるんでだけどその土俵に立った今度上でですね必要なことっていうのは 正しい知識をちゃんと持ち合わせていることで量も必要十分な知識を持っていることなんですね。そんなに多くはないと思うんですけど、それでもだけども担当を受かってきてるわけだからゼロからって考えればそれは論文書けるまでの知識って膨大だっていう感じですけどね。だけども担当を受かってるってことを考えると担当を受かるとここはもう網羅できてるわけでしょ？担当知識受かってるんだから。 でただここ網羅できてるって言えるためには4歩歩割割ででですすよよ担当知識本市で4歩8割ですよそんなボーダー39で受かってしかもなんかあの、ね、条約不調の,その下3歩で点数を稼いで4歩はもう全然あの取れないんですと特実半分ぐらいしか取れませんでしたででもなんか他の科目でカバーして39ボーダーギリギリで行けましたみたいな感じだともうそれはダメだけど全然足りてないですよ知識として。 だけど普通にに本8割でで取っっってててきたた人だだらここはは自信持っていいですよね担当知識に関してはだからこっちを補填すればいいって話になる。で一方で今言ったように自信持っちゃいけない人ね自信持っちゃいけない人はやっぱりこっからやらないと論文の勉強として。うん、えそんな条文あったのっていうレベルで論文とても書けないし、うん、だからやっぱりここはしっかりやらなきゃいけない。で特に免除期間2年ありますから ね、免除まだ来年もあるのかそれとも,もう、ね、あの今年で終わりなのかによって合格からの経過時間も違うのでそうすると離れれば離れるほどやっぱりここが弱くなる。ということは知識が足りなくなってくるんです。で足りないと不十分な記載この辺が出た時もそうですけど、まあ、不十分な記載になって要件が落ちたりとかね。だか今年なんかかも肉の荷の判断とかだとだ まあ、やっぱり担当をしっかりとできる人はちゃんと要件全部揃えてますけどやっぱり担当が不十分だと、ね、肉の2の要件すらちょっと危ういっていう人もいたしねやっぱりですから、まあ、そこの担当の部分ですよねちゃんとしっかり補填をするっていうことです。特にだから免除の方は意識的に条文を読むでちゃんとインプットの時間を意識的に取るってことですね。 だから必ずしもあのそんなねあの大きく大きくなんていうか去年の論文の講座とね今年の論文の講座で改正がなければそんなに大きく大きく変わってくるわけじゃないので自分でちゃんとできますって言うんだったら別に去年のテキスト使っても構わないからあの意識的にじ時間を取ることをやるべきだと思います。 でアウトプットはもちろんもう自分ではできないので、まあ、トーレンなりゼミなりを使ってですね、やってもらったらいいかなと思うんだけどもあのそれぞれにメリットがあるのでどっちがいいですかっていう相談に関してはあのはっきり「どっっっっちちこでですすてていいうのののは、はその人のあの状態を知らななとと私は言えないと思ってるんですねあの。ゼミのいいところ」っていうのは毎週毎週同じ先生が採点してくださるのであこの人はこういう傾向があるなとか こここういう書く癖があるなとか、そういうことをちゃんと指導してくれると思います。まあ例えばそのねゼミだともう限られたメンバーで毎週顔を合わせるわけですから、先生もかなり距離は短く感じると思いますし、相談もしやすいと思うんでね。がそういうまあ相談を受けてもらえるってメリットもあるので、ゼミもすごく有効あの有効な手段だと思いますよ。で一方で当連は。 やっぱりそのゼミに比べて、問題のその質っていう部分では。あの多くの人が携わって作ってますから。その論点の偏りとか、そういうのがないようにしてるっていう、その政策面での。あのレベルの高さというのは、ゼミの問題と、やっぱりちょっと比にならないと思ってるんですね。だから、私よく直前期に、今まで受けたものの中で。あの、何を優先的に復習すべきですかって、聞かれたときに、真っ先に論文直前答練って言うと思うんですよ。 本試験の直前期、ね、で論文直前答練の次はっていうともう復習しなくてもいいよっていうものの中にゼミって言ってて言るんですよエルゼミなんで,でかっていうとやっぱりね「ルゼミは」は1人の先生か2人の先生ぐらいで作られていてあまり構成の手も入ってないのでゼミの先生によってはそのまま回答出されたりとかするとまああんまりよくないようなものが出回ってたりとかもするしね。 でやっぱり論点のこうなんていうのかな重複も見られるので偏っていてここは出してないとかもあるからあのまあなんていうのかな目的がそこじゃないんでその人のその書き方の癖とかを見つけたりとかすることがゼミの目的だからまあいいと思うんですけどね素材は何でも。いいと思うんだけどまあそういう意味ではその最後まで復習をしなきゃだけどトーレンはそういう意味では論点のかぶりがないように一応政策家でこう あのプロットを作って作っっててるんですね1回目でこの論点とこの論点とこの論点出したから2回目ではこことここここ,ここみたいな感じでプロットを作って作ってるので、まあ、できるだけ受験者の方が多くの論点に触れられるようにしてたりとかそういう配慮がなされてますから、まあ、そういうメリットが1個あるということとであともう一つはやっぱりいろんな採点者に合うのであの採点に偏りがないですよねだって試験員だって選ぶことができないわけですから。 私もあのゼミ生をね抱えてる時はあの採点の仕方ってねやっぱ自分で気をつけてはいるんだけどあこの人だったらこういうつもりで書いてるんだろうなみたいなどううししててもその人そのの人人に対してあの気持ちちを入れちゃうんですよねだからちょっとこう不明確で行間を読まなきゃどういうつもりで書いてるのかってことを推認しなきゃいけないような書き方をされた時にあでもこの人はよくできる人だから。 多分分かってて書いてるなっていうような採点をしてしまうでも私じゃない人が採点した時に同じ採点する方多分しないだろうなっていうこととかがやっぱり生じやすいんですよゼミだと同じ人がずっとするんでね先入観が入っちゃうでも本紙は試験選べませんから誰に当たるかわからないのでトーのようにやっぱり誰に当たっても点数が取れるような書き方を訓練していかないといけないってことがありますですから 私は毎回毎回採点者が違う方がやっぱりベストだと思っていてまあそう言ってもたまたま23回続けて同じ人になることもあるようですけどもまあトーはだからそういう意味では一つあともう一つはやっぱり相対評価なので論文試験でいうのは相対評価ですからあの点数ではなくて順位を気にすべきなんですね。 難しい問題で平均点が低ければ自分の点数も低くても順位が意外にいいってこともあると思うし逆によっしゃできたと思っても意外に順位は低いってことともあると思うんですよねだからその相対評価の試験だからこそ全体の位置ですよね自分が何位にいるのかってことを考えなきゃいけなくて実践ト連とかあと直前ト連のデータでいうと。 上位今だとまあ二十パーセントぐらいですかね順位でいうと全体の順位の上位二十パーセント以内に常に入っているようだとだいたい受かりますその年の論文だいたい受かりますだからその順位を目処にできるっていう意味でも当連というのはあのメリットがありますねゼミだとやっぱり偏りがありますレベルの高いゼミとレベルの低いゼミがあります。 じゃ、その低いとか高いっていう言い方すると、ちょっとあの語弊があるんだけど、どういう意味か？というと、担当受験者を積極的に採用される。先生とで免除の方をやっぱり多く抱えたい。先生とかいらっしゃるで、特に水道橋みたいにいろんな先生を抱えてる。まあ、恵まれた。本校だともう私の方で担当対策が得意な先生にはやっぱりその。 担当の受験がある人をやっぱ送りり送込んだりとかね、あの先生の方がいいよっていうふうな推薦をしたりとかしますしで逆にその、まあ、形作りのところが得意な先生だと、まあ、インプットは十分なんだけど形がいまいちだなと思ったらそっち、まあ、要は免除の方ですよね。担当の知識は十分高く合格してきてるから、まあ、あのこっちの先生でも大丈夫だろうっていうような判断をしたりとかするのでやっぱりあの担当受験の方を多く抱える先生とそうじゃない先生とで。 あのまあ、結構クラスによよってて差が出てきたりすするわけで,すよでそうするとやっぱり全体的には免除の方を抱えてる先生のクラスの方が少しそのスタートのところ特にそのスタートの何ヶ月かは平均点が高かったりできる人がやっぱり多かったりするのであの最終的にはそうとは言えないんだけど初めのところでは少なくともそうなのでやっぱりその中で、ね、何位なのかっていうのはこのクラスだからトップだけどこのクラス行ったら全然みたいなこともあるからね。 ですから、やっぱりそのゼミっていうのは胃の中のーズになりやすいのでやっっぱり全体とととしてて自分今どれぐらいにいいいいににるのかかななななこは常考えきゃけ思います。だからまあそれぞれにやっぱりメリットデメリットがありますからあの、まあ、どっちかしか受けられないどっちも受けるのがベストなんだけどどっちかしか受けられないんだったらやっぱり今自分にとってどっちが大事なのか今の自分にはどっちが大事なのかってことを考えなきゃいけないかなと思います。で 的にはやっぱり私たちの時代からあのトーレンを主ゼミはサブっていう位置づけでした、うん、なのでゼミだけ受けるっていう選択肢は基本ないです私の中ではゼミだけってないでもトーレンだけっていう人はやっぱり結構あの相当数いました、うん、でもどっちかというとやっぱりベストなのは組み合わせることですどっちもやっぱ補完関係にあるので だからその一つになるんだったら私はトーレンの方がいいと思いますけどもまあ,あのそこはね例えばもう本当にトーレンだったらなんかうまくいくんだけど長年全あの本心なったら全然ダメなんだっていう人は何かその個人的な何か癖っていうかねそういうのがあるかもしれないのでそれだとまあゼミだけって選択肢もなきにしもあらずなんですけどもまあただそのさっき言ったようにそのインプット のの確認ということもああるので、まあ、そういう意味ではちょっと幅広く確認できるような機会を持っていただきたいなと思っていますね。はい でアウトプットに関してはまあそういう感じになりますので、まあ、あの今日は実践討論の一応、ね、1ヶ月切ったっていうことでやっぱアウトプットの話っていうこともあるので今ちょっとお話をしたんですけどもただ実際そのやっぱり今はインプット勝負みたいなとこがありますからきちんとインプットも完成してもらいたいってことは伝えておきます。で毎年こののガイダンスでで、えっと、配りしてるももなんですけども、えっと まあ「完成度チェックリスト」っていうタイトルの、まあ、レジュメですねでこれはあのいわゆる、まあ、完全にリストなんですけどもま C ランクがついているものは、まあ、あの知ってはいるけど、まあ、そんなにそれだけが出るってことはもうほとんどないかなっていうものなので、まあ、そんなに気にする必要はないものなんですが。 えっと、A ランクがついてるものが全く何言ってるか分かんないようだとちょっと厳しいかなと思います。で例えば補正のところをですね1ページ目のところの真ん中あたりに「明察との補正」ってありますよね。で「趣旨時期的内容制限効果等」っていうところとかあ,の、まあ、あとまあその制限を課す理由とかで最後の拒絶流通知等が来た時の 課長制限の話、まあ5 5 6個の話話個個ですよねで補正要件に違反した時にその後審査がどう流れていくのかとかまあ例えば最初の拒絶流通知が切ってした補正をしましたで補正によって生じた拒絶流のみを通知する場合はその通知は最後の拒絶流になりますが最初の拒絶流が補正でも解消できない場合は拒絶査定になりますよね。 で解消したんだけどで補正によってそういった拒絶流だけじゃなくて見逃してた拒絶流も合わせて通知するんだったらそれは最初になるとかで最後の拒絶流通知に対して補正をしたらさらに補正受けに違反してたらそれは補正却下で拒絶査定になりますよねで今私あの口でザって言っちゃったけど今のようなことがちゃんと頭に整理されているかどうかっていうようなことですその補正却下審査等の流れっていうのは。 でこの A がついてるものっていうのはまあ判例はちょっと別としても基本的には入門はいわゆるその中でだいいた B まで、まあ、見た時にそうですねちょっとその付属教材とか判例が分かってないと分かってないとっていうかあの知らないとちょっと分かんないってなったりとかするものもあるから。 あの例えばうちのクラスだとレシピとかそういうのはまあ B ランクのところでまあ扱っていますけどもあのまあ付属教材とかそういうのを使わないとちょっともしかしたら B まではチェック入らないかもしれないけど基本的に A に関してはまあ入門レベルだよねっていうようなものですまあもしくは担当知識だよねって言えるようなものなんですね。ですからそのどの範囲でやっぱりその 知知っっててるののかからない,のかっていうことは自分が今までどの範囲までちゃんとマスターでき,るのできてるのかってことの目安になるんで例えば A に結構チェックが入らないようだとまあ言ったらちょっと担当受からないんじゃないかなっていう気がしますしで B だとまあ趣旨とかも含めてですけど。 うん、なん担当受かるかもしれないけどまあ少しちょっと知識レベルとしては甘い,いかなぐらいな感じだよね。で、まあ、C はまあ別にチェック入らなくてもいいかなっていう感じのイメージなんですよね。だから自分がどれぐらいちょっと知ってるのかということをチェックしてもらうリストで,で、まあ、それが知らないものがないように、まあ、自分が今まで受けてきた例えばベーシックを受けてきて中上級の基幹講座を受けてきてるんだったら。 いや聞いたこともありませんというのはないはずなんで B までの中でだから自分の,その持ってるテキストの中にどこかしら絶対書いてるわけですよね。でほとんどのことは多分担当アドバンスを持っていれば大体網羅できますあの担当知識がほとんどのように趣旨と判例以外は担当アドバンスで基本的には賄えるはずなのでなのであのまあ担当を持ってきてねあの見れば大体は網羅できるんじゃないかなと思うんですけどね。 でまあ、何度も言うようですけどやっぱ今の本誌は知ってる知ってない間違わない間違うっていうところで合否が決まるのが現状ですからなのでその武装してもらうっていうことをですねこの知識面でちゃんと武装してもらうってうことをあのお願いいいしたいと思いますねだからやっぱりその時代時代によって本誌っていうものはあのだいぶ様変わりをしてきてます。 あこれが同じタイトルで3年ぐらい前のガイダンスだと私こうは言ってなかったんですよそんなに武装しろ武装しろなんていうことは言わなくてやっぱりちゃんと組み立てしないと受からないよっていうのことをメインに話した覚えがありますだから答案構成の仕方だったりとかやっぱり大把握の練習だったりとかそういう話をしていた時代もあるんですよねだけども今の受験生の方はだいたいそれをもう1年目でマスター大体たいできてますし で特にその本誌のスタイルがもう証文形式になっちゃってるんであんまりそこの練習が、まあ、事実上はまあまりいらなくなってきてるんですね最低限の形ができれば。だからそのタブーを犯さないとかそういうことはもちろん大事なんだけどだけどそうじゃない限りはどちらかというとやっぱり知識面で勝負がつくことが多いのでなのであのそういう話をちょっと今日はねあのだから本誌のやっぱりスタイルに合わせて皆さんも 対策を打っていかなければいけないので、が、今の本質はそういうことですね。だから合否が決まるとしたら、その間違わないこと。ね、知っていること。で、正確に知っていること。っていうことじゃないかなと思います。なので、ちょっとそのチェックリストをですね、活用しながら。あの、自分の知識レベルを確認してもらえればいいかなと思います。で、もちろん、まあ、判例なんかは特に、これからも、ね、あの、重要なものを。 出てくると思うんだけど、まあ、それは例えば実践闘練の中とかもちろんその何かしらの,あの形で補填していく可能性ありますから、まあ、この中に載ってるものはある程度まあミニマムな感じですけども、えーまあ、あの見てねだからこそまあ知ってないといけないというふうにあの認識していただければなというふうに思いますね。 でまあ、これからそうですねちょっとタイムスケジュールっていうか皆さんの勉強のスケジュールについてお話をあの最後したいと思うんですけども、えっと、今まあ本試験が2ヶ月延びるのでだいたいいつもお話しするタイムスケジュールよりもあの2ヶ月まあ余分に時間が取れるんですけども。 えー、2月からまあ論文実践答練が始まるということは、まあ、2月から本格的なアウトプットが始まるっていうことなのでアウトプットに関してはまあ基本的にそのスケジュールでいいと思うんですね。で,ペースなんですけどもなあとの日は1日1問の答案構成1日1問の答案構成。 そしてそれ以外の時間はインプットに当てるっていう形でいいと思います。で、どれぐらいの勉強時間を取れば十分ですかってよく聞かれるんですけど、あの担当受験される方は今もう2.5時間から3時間ぐらいのやっぱり担当の勉強が必要になると思います。うん、まあ最低でも2時間かなっていうことですね。で、あのよく特に中上級の方とかだとね、あの言われるんだけども。 1>, あの1時間しか取れないとか30分しか取れないと、うん、でどうにかなりませんかっていうようなことをよく相談を受けるんですよ。でどうにかなるもんだったらもちろん全員につき1時間でできる方法を伝えますよねそら。私別に意地悪で2時間必要だって言ってるわけじゃなくてできればそら少ない時間で一番最大限の効果をやっぱ上げてあげたいので。 私が言ってる時間っていうのはあのものすごく余裕を持って合格するための時間ではなくてどちらかというと最低ラインなんですよ正直。最低ラインなんだけどこれだけ勉強すれば確率としては結構高く合格できるよっていう時間を伝えてるんですよね。だだからら最近でももいっっしゃったんだけども 残念ながらね一日1時間も勉強できないんだったらやっぱさすがにちょっと難しいと思うんです便利試験を合格すること自体が。厳しいことを言うようだけどそんな甘い試験ではないんでね。ですから皆さんのやっぱり急務は一番大事にしてもらいたいのは時間の確保です自分の生活の中で別に使え机に座っとかなきゃできないことばっかりじゃないんだからましてやインプットなんていうのは耳からすることだってできるわけだし。 まあ、あんまりその歩きながら外歩きながらね条文読んだりするのはよろしくないけどだけど耳からだったら、まあ、別にいいですよねイヤホンして歩いても構わないしであの、まあ、お風呂入りながら何かねお料理しながら家事しながらでも音声だったら聞けると思うんですよね。だからインプットはそれでやるとか あのしてでも答案構成だけやっぱり机の上に座っとかなきゃダメだわっていうことだからその例えば一日1時間しか私は机の上には座れないんだっていうんだったらそこをやっぱりどうしてもその座らなきゃいけないようなものに当てるとかしてなんとかなんとかかやっぱり絞り絞出してしてほいんですよ免除の方でもやっぱり「日2時間は論文の勉強すすべきだと思いますあの免除だからいいわ」なんじゃなくてあの私たちがやっぱりその。 ね受験生の時って担当免除制度がなかったんでいくら高得点で担当かってもまた次の年から担当だったんですよ、うん、でもね今思うとそれが逆に論文の合格を早めたかなっていうことも言えるんですよね、うん、知識をやっぱり持ってないってことがないのででも今やっぱり見てると結構三振される方って多くて合格経験あるんですって って言ってベーシックに来られたりとかする方結構いらっしゃるんですよね実は、うん、でやっぱり免除期間に受からなかったで,でそういう方に限ってやっぱり答案見るとすっからかんなんですよね薄いんですよ、うん、とてもじゃないけどじゃあどこに点数つけるのっていうような答案だとやっぱ受からないでその原因は何って言ったらやっぱ担当試験が落ちちゃってるんですよね要件はって言うとやっぱ答えられない肉の2の要件につつ言ってみてって答えられないですよ でも今の私のクラスのベーシックの子に肉のりの要件言ってったら多分ねほとんどの子が5つは言えると思います5つの要件言えると思う多少つたなくてもね、うん、だからどっちが勝つっていうとやっぱりそ,の,そっちの方が勝つわけですよね。知識があるわけだからですからあのやっぱりその勉強時間っていうものはバカにできなくて免除の方だって担当を受けるよくね、まあ、受けるつもりでって言いますけど やっぱりその受けるつもりじゃなくてもいいけどやっぱり物騒しなきゃいけないんでその辺の時間を十分に取ることを考えればやっぱり2時間以上は免除の方でも取るべきだと思うしでまあ週にやっぱり免除の方だとやっぱり週に2回ですよね全文書きの機会で答案構成は1日毎1問2問っていう感じじゃないかなと思います。ででベーシックの方あの方方担当受験される中上級の方も含めてですけど だとやっぱり担当の勉強に最低二時間、まあベーシックなのかちょっと中上級なのかで中上級の方でも前年は何,何点でダメだったのかによりますけど、まああの三十点未満だったらもうベーシックの方と一緒に考えた方がいいでしょうね中上級の方も三十点を越してボーダーまでの間だったら少し自分は貯金があったって考えてもいいかもしれないけど、三十点取れないで担当ダメだったんだったら。 もう一からと同じぐらいの気持ちの方がいいと思いますよ。だから、そういう意味では、やっぱ二点五時間ぐらいは担当の勉強に取るべきですね。で、その生活をまたずっとすると。で、担当受験される方はゴールデンウィークぐらいまで。毎日じゃなくてもいいので、ロムの勉強を続けてください。それが今年の二ヶ月伸びるメリットを、あの、きょ、享受することだと思います。おそらく、その担当合否が大きく変わるような下克状ではなくて。 4か月伸びた去年の試験と同じようにおそらく論文まで突破できる人が増えてくるような影響じゃないかなと思っているのであの論文の勉強をややっぱりゴーールデンウィーク付近までではやるということですね。そしたら担当7月でしょで終わった後、もうすぐ論文の勉強復活させますけどそこからのやっぱり伸びも違ってくるし。 あのまあスタートがもうね直前期のスタートが違うわけだから十分に間に間合うんじゃないいかななと思いますねなので、まあ、一つの目安はゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークで、まあ、別にあの宣伝するつもりは全くないんですけどあのもし免除の方でね自分がもう担当知識本当に不安だったらあの期間講座まで受ける必要は全くないと思ってるんですよ。 あのよくね担当担当基礎力完成講座とか中上級の担当のコースとかを免除なのに受けようとする方いらっしゃるんだけどそれはレックの営業の方はねありがとうございますだと思うんだけどあの正直そこまで時間をかける必要はないしお金をかける必要はないと思うんですね。だけどやっぱりそのキーとなる時期時期にあの道場をやるじゃないですかで道場ってまあ比較的あの単価が安いので。 ゴールデンウィークの担当の道場とかはローラーなんですよね基本的にインプットのローラーで主要論点に関して知識をこうローラーでインプットするってものだから免除の方にもフィットすると思いますからあのまあもちろん強制するつもりはないけどあの効果としてはあるんじゃないかなと思いますだから担当受験の方はまあ多くの方がそれ受けられるからねだから免除の方もちょっとそういうキーになるところでちょっと担当受験者に混じるっていうことは あの効果的なななんじゃいいかなと思いますよ、はい、では、えっと、そろそろお時間になったので、えー、こ,れこれくらいであの終わりたいと思いますけどもあのまあちょっと厳しいこともね結構お伝えしましたけども今の受験生の方は本当にあの、まあ、真剣にね結構勉強されてるなっていうのはものすごく分かっていますし。 で特にまあ今の環境は、まあ、例年の受験生に比べてかなり厳しいい環境で勉強強すすることを強いられてますよね。でまあ、そんな中でやっぱりこう、ね、あの前向きにこう資格を取ってやっていこうっていう気持ちはねやっぱ素晴らしいと思うしで、まあ、これから勉強される方のガイダンスなんかも、ね、結構もう始まってはいるんですけどもやっぱりその話を聞いてると、まあ、こういう時代だからこそこういう何か何が起こるかわからないってことが分かったからこそ。 やっぱりあの資格が欲しいんだということで、まあ皆さんね予想してるのと多分ねそれ以上に今結構受講申し込み多いんですよベーシックの方。まあレクとしてはいいと思うんですけどね。まあよくねコロナの影響で倒産したりとか、あの飲食店なんかは結構苦境を強いられてますけど、まあこと弁理士に関しては。 あのそうでもないんですよね。む,むしろなんか結構来たなっていうガイダンスとか。でも結構参加者いるなっていうような感じです。で、それはまあ、あのお話を聞いてると、やっぱりその視覚に対する。その意識がその平常時よりもやっぱり強いなっていう。あの感じがしていてで、やっぱり正直私のね。個人的なあの。 まあ、そういうね、あの事情というか、環境で言っても。やっぱり、あ、弁理士になっててよかったなって、やっぱりこういう時こそ思うんですよね。だからこそ、今も足を突っ込んでるね、皆さんには。もう絶対最後ゴール切ってほしいんですよ。ここまで頑張ったんだし。ね、今、この環境だからこそ、やっぱりもっとね、心をこう、ふる起こしてね。頑張ってほしいなと思ってるんです。ですから。 まあちょっと、ね、ここからまだ長丁場ですから例えばまあ今日参加する時点では今までの勉強があまりうまくいってない、ね、いまいちその自分としては満足いく状態ではない、まあ、そういう人結構いると思うんだけどもまだからちょっとしっかり、ね、気持ちを強く持ってここから頑張るっていうのでもいいから。 あの頑張って欲しいいなと思いますねでそのためにまあこれから中上級の方たちは、まあ、残りの中上級の講座、ね、受けられてる方もいらっしゃるけど実践討論でねあの一緒に頑張る機会がありますのであのしっかりついてこれれば、えー、ロムの成績ぐっとねあの引き上げていきますので、えー、一緒に頑張っていきましょう。はい、ではあの今日はこれで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした